定期的にシリーズでお伝えする見直される鉄道沿線高崎前橋間。2回目となる今回は JR 前橋駅前で建設される新たなマンションについてです。前橋駅前では今年2024年にブリリアタワー前橋が竣工、200戸を超えるタワーマンションと駅前での人口が短期間で増加したことになります。その勢いは続き、さらなるマンションの建設工事についてお伝えします。今年9月中旬、群馬県前橋市の JR 前橋駅北口前、今年竣工したばかりのブリリアタワー前橋のすぐ前では新たなマンション建設が行われています。建築計画のお知らせの掲示によりますと、こちらではサーパス前橋駅前が建設されるということで、こちらでは規模を地上17階建て、高さを 53.805m、 敷地面積は 1496.62 平方メートル、延べ面積は 11863.40 平方メートルだということです。またこちらも同じく建築計画のお知らせの掲示によりますと、着工予定は2023年12月頃、完了予定は2026年3月頃となっています。ご覧のように9月中旬現在では目に見える形で着工建設工事が行われている様子がわかります。今この群馬でも一部のエリアで鉄道重視とみられる動きが確認できるようになってきました。その一つが前橋駅前です。群馬県の県庁所在地ということで、この前橋駅前は群馬県庁や前橋市役所の最寄り駅の一つとなっています。ご覧の通り群馬県庁へは直接徒歩で歩きますと距離がありますが、複数の路線バスが発着しており、県庁へのアクセスも便利なものとなっています。こちらは2024年8月に公開した高崎駅周辺の再開発まとめ第12弾の動画です。群馬県の最大都市は高崎市で、この再開発まとめも第12弾と長期シリーズになっていますが、実際に再開発事業やマンション建設など群馬県一の規模で行われているのがこの高崎市高崎駅周辺であります。一方で近年は駅地下の再開発など活発に行われていたこともあり、現在ではその開発適地というのが減少しており、その開発の余波というのがこの沿線である高崎から新前橋、そして前橋の間まで行われています。このようなことから高崎と前橋隣り合っている上に、さらに人口規模も近いということで、鉄道沿線が見直されているものとみられます。こちらは前橋周辺の JR 鉄道網ということで、高崎から前橋、特に高崎新前橋間で鉄道の路線数も多く強固に結ばれていることがわかります。さらにこちらもう少し別の角度で見た群馬県内の JR 在来線ネットワークです。先ほどもお伝えしました通り、高崎前橋間、特に高崎新前橋間が路線数が多く、こうして見ていきましても、群馬県内の JR 在来線ネットワークではこの高崎新前橋間に集中しているということがわかります。そういったこともあり、この高崎から前橋の間というのはもともと路線数が多い、つまり電車の本数も多いということで、この高崎から前橋の間というのは再開発事業やマンション化が今後より進んでいくものとみられます。実際に高崎新前橋前橋の3駅が最寄り駅となるこちらでは、再開発事業がすでに実施、またはこれから実施されるということになります。今回前橋でのマンション化拡大とみられる動きについてお伝えしていますが、前橋駅の周辺環境はどのようになっているのでしょうか。こちら大型商業施設の欅ウォーク前橋で、公式ホームページによりますと、前橋駅南口から500m、徒歩約10分ということで、周辺環境としては便利なように感じます。群馬でも鉄道重視とみられる動きが出てきましたが、これまでは県庁所在地の前橋ではなく、最大都市かつ新幹線が停車する高崎市、
特に高崎駅周辺での開発が活発となっていましたが、近年では駅前での開発適地が減少。これに伴い沿線である新前橋や前橋、つまり高崎から前橋間での開発が拡大。これに伴い前橋でもマンション化が拡大しているものとみられます。今回こうした前橋駅前といった駅前での開発が活発となってきたことに着目していますが、今後人口がさらに増えていくことが予想される前橋駅前、マンションでは駅からの距離というのも非常に重要な指標でありますが、周辺環境ではすでに欅ウォーク前橋が徒歩圏内にありますが、前橋駅前にも実は駅ビルがあります。それはEサイト前橋などですが、このEサイトシリーズ高崎などにもありますが、やはりそれと比べると規模は非常に小さいものとなっています。今後重要となってくるのは、より近い駅前の徒歩圏内でどれだけのものが集まるかということにシフトしていくとみられます。例えばスーパーマーケットや飲食店、ドラッグストアなど普段日常的に使うお店がどれだけ揃っていくかが、これから街の変化のスピードに大きく関わってくるものとみられます。最後までご覧いただきましてありがとうございます。この動画が少しでも良かったら高評価やチャンネル登録をよろしくお願いいたします。好評でしたら今後とも継続していきたいと思います。